so.相手はネクラ男ですか。本人の影もサーヴァントの影も薄いし大したことはないと見ましたと言いつつも、用心は怠りませんけどね。あのネクラ男からにじみ出る死の汚れとか半端ないし、あの手のバッチーのはご主人様にとって天敵みたいなものですから。
緒にお出かけですね。申し訳ありません、マスター。私の霊覚も戻ってきたし、マスターももう一人前だって思って油断していました。マスターが気づかなくても、私が気を張っていれば守ってあげられるって埋もれていたんです。
Thank you.
主人様のおかげで、タマモ完全
こぞとばかりに言っちゃいました。たまもの前、それが私の新名です。どうぞたまもとお呼びください。いいな、そんな見えっ張りな告白はセイバーとかアーチャーに任せておけばいいのです。タマもそういう人たちとは一線を画するスイーツ英霊ですから。恋する女の子にそんなかっこよさは余分なカロリーです。本当はちゃんとタマモなりに考えた結果なんですよ、マスター。ご主人様への感謝の気持ちと、もういい加減キャスターなんて他人行儀の呼ばれ方に我慢できなくなっただけじゃないのです。今回の敵には私も本気を出さないといけませんから、神明開示は避けて通れません。うっかりミスと思わせてきっちり計算づくなのができる女というやつです。未だご主人様ともども成長途中の私ですが、切り札を見せる準備は整いました。あとは勝負の場を整えるだけ。さあご主人様、ここからがあのネクラ男との本当の勝負です。
未だご主人様ともど、あとは勝負の場をと。調子はどう？